木坂、プレッシャーかかりながらもスペースを見つける瀬古、足元宮代抜けて右足、宮代体勢決めて2対1。いやー素晴らしい。ちょっとワンフェイク抜き去る前に振り抜きました宮代、相手に滑る隙はスライディングです。片山です。そして逆に今度はホセアと1対1になる。ホセアそのまま運ぶ、キーパーと1対1落ち着いて流し込んだ。湘南のチャンスからカウンター、柏レイソル、ホセアが見事に決めていきました。1点リード柏レイソル。そしてホセアはサポーターのもとへ。いや湘南のうまさが出た直後に